2021年4月27日、5チャンネルにこんなスレが立った。工学部卒で工場の生産技術職ってどう？早速スレを見ていこう。真面目に、不真面目、解決ぞろり。ごく普通。そうか、何これ。勝ち組やん。俺も工業行けばよかったと後悔してる。そうなの？機械系公務員試験受けたり公共の会社で正社員になや勝ち組やん。公務員は興味ないかな。それなら公共の場の民間受けたら？給料も休みもかなりええらしい。つまんなそうだから普通の民間企業受けたよ。つまんないどころか仕事ないけど給料と休みはええで。そうなんだ。他人からどう思われるかより自分が気持ちよく働けるかでしょ。それな。防半導体プロセスの生産技術してるけどよいよ。楽しい。自動車とか機械とかの生産技術とはベクトルが違うかもしれないけど自分の仕事が利益に直結するからやりがいあるよ。なるほど。ちな繊維系総合メーカー。最近大変。なんか家事多いイメージ。いつも大変だよ。へえ。産業スパイに狙われてるんじゃないかってくらい。半導体関連事故多いじゃん。いつもそうなの。やばいね。防車の件がひどすぎて取り上げられやすくなってる気もする。半導体装置は高価だし燃えることがあってはならない。誰のせいかな。関連部材メーカーもやられてるんだよ。陰謀論を信じざるを得ない。マジか。生産技術は割と楽しそうなイメージよね。週の半分は現場出張してるイメージ。事件は現場で起きてるんだ。工学部から工場行って半年で辞めて職業訓練行って IT 行ったが大卒で工場行くやつは俺含め全員バカだと思うわ。生産技術職？大企業？正義は休みには期待しない方がいい。おそらくホワイトだから大丈夫なはず。ホワイトなんてあるのか？ってレベル。そこそこ大手程度だったら辞めとけ。大企業でも勤務地地元とかじゃない限り辞めとけ。求人に完全週休2日制って書いてあっても、営業だけ技術屋は休日出勤で奴隷ねってところばっかだぞ。その分休日出勤手当もらえるからいいやってやつだけが残る。勤務地は地元。OB の人は去年から残業ゼロっては言ってた。あと週休3日制も導入するとかなんとか言ってるけど、現場よりの仕事には関係なさそう。工事は現場が休みの日だからな。現場って24時間365日ほぼ動いてるんじゃないの。作るものによる。自動車は土日休みだし24時間じゃない。金融とかはその通り。繊維も土日休みのイメージだけど違うのかな。わかんない。自動車関係の製品も一応は作ってる。公共系は実働2時間とかだぜ。あとは携帯ポチポチかタバコ吸ってる。そんなに働きたくないなら親と縁切って生活保護取れば。親とは縁切ってるし一人暮らしだよ。お前は何ができるの？寂しいね。俺をかわいそうがるなぶち殺すぞ。うわ。親がカスだと生きるだけで精一杯なんだよ。バレないようにヘラヘラしながら頑張ってんだよ。ファイト。そが優しい言葉かけんな泣くだろ。バーカ。LINE 立ち上げたりする機械よりの生産技術だと休みなさそうなイメージだな。LINE 立ち上げるなんて1年に1回あるかないかでしょ。機械系は試験ないからあれだけど。なんとなく不具合なくなしに物事が進むかって言われたらそうじゃない気がするけどね。ちなみに不具合ない時は何してんの？ LINE の改良？ばらつき改善や担当工程の最適化だね。半導体のプロセスは複数の工程から成り立ってるから重要だね。ぶどまりってやつか。よくご存知で。一応電気電子工学科なので。順当。マジか。高卒と仲良くできるやつじゃないと向いてない。学歴関係なく仲良くするよ。同い年だけじゃなくておっさんとかもいるんだぞ。昭和気質の飲みニケーションとか背中を見て学べとか言ってる連中。面白そう。俺は工業大学工学部電気工学科出て中小の製造屋で。学科は電電だよ。繊維系はヤバいとこ多い。そうなの？普通にいる。確かに。営業やけど生産管理はヤバいぞ。営業が取ってきた受注を欠品しないように文句ばかりの講演と毎日調整の日々や。頑張る。生産管理は文系よりの仕事、生産技術は理系の仕事。そうなんだ。繊維は今は炭素繊維ぐらいしか儲からないらしいからな。大手でも炭素以外の繊維工場はガラガラよ。素人丸出しだね。聞いた話だからね。今は何が儲かってるの？何が儲かるのかじゃなくて、何で儲けるのかだよ。設計か現場できれば両方に顔が利けばありがたい。なるほど。違ったらごめんだけどお前いつもコテつけてない？コテのことあんまわかんない。技術者って言葉がブルーカラーのように世の中で誤解されてるのがな。翻訳してエンジニアって言うとあら不思議。繊維系はなんか給料が安い。トウマルとかクラマルとか。デモテイマルだけなぜか高い。デモテイマルはほぼヘルスケアだからやっぱり繊維系は安い。それは仕方ない。あの滑ったつまらんクソコテか。自分は電気系を修了したけど回路とか機械よりか材料とかそっちに興味が行ったから今の仕事にたどり着いたんだろうな。材料力学は難関って機械の友人が言ってた。なんで繊維系が安いかというとどうしても人の手を使う工程が残ってしまっていて自動化しきれないかららしい。確かに繊維系の工場を見学すると結構人が多くてて作業も割とあるのでなるほどなるほど。繊維って奥深いね。
B の整備だけど仕事楽しい。休日も代給絶対取れるから苦じゃない。平日休めるって価値あるよね。人によるな。俺はいい仕事だと思うけど、上昇志向とかある人には向かない。なんで？開発がリモートワークしてる中部品受け取ったり工場行ったり実写するのが不満にならないと思うなら良いんじゃね。それと整備の人がマジで相手一式ない。開発と比べて使われてる社内システムが遅れてたりする。組み込み含めてソフトウェアやりたいなら絶対選ぶべきじゃない。10年以上古いことやってる。大手メーカー子会社の組み込みソフトエンジニアだけど組み込みソフトなんてやるもんじゃないぞ。V 字プロセスだのレビュー議事録だの成果物の承認だのめんどくさいだけ。へえ、うちは自社開発だしそういうの全く厳しくないから担当者が好き勝手コーディングしてる。結果引き継いだ奴は地獄みたいな苦しみを味わってるけど。楽しそう。いや、うちも自社開発なんだが。自動車メーカーだと自社製品でもオートモーティブ SPICE のレベル2以上を達成するためにプロセスを確立しないといけない。難しそう。リモート嫌い。じゃあやりたいことがソフトウェア系じゃないのね。それならいいんじゃない。設備を改良する道具として IT を活用するってのはやると思う。今大学の研究室でもやってるし。それね相当大変だよ。データはクソだわシステムはクソだわ周囲は知識ないわで嫌な気持ちになるかもしれない。エクセルおじさんはウェブで何ができるかとか Python は何者だとかさっぱり知らない。自分でサービス作るぐらいの知識と技術ないとうまくいかないよ。ちょうど Python やってるわ。そのレベルだと全く仕事にならんのよね。3年もしたらどうやって仕事にすればいいか分かってくるとは思うけど。 Python 使わせてくれる部署だといいね。まずそういうのやりたいなら開発行った方が絶対いいけど。開発から生産来た時に身につけた知識で改革起こした方がいい。ちなみに生産から開発はなかなかない。別に Python 使いたいとは思ってないよ。たまたま実験データの処理するのに Python 選んだだけ。あと将来的に画像処理もする予定だからちょうど良さそうってのもある。なんとなくやりたいこととか分かってきた。多分開発行った方がいいよ。同じようなことやりたがってた機械系のやつはすぐ辞めちゃったし。物作るのが好きが根本にあって何でも楽しめるなら良いかもしれないけど正義ってそんなに面白いと俺は思わないな。プログラミングもそうだけど自分で作るのが好き。あと壊れたものを直すのとか。壊れたものあったら一日中スパナ握ってるのも苦じゃないタイプ。だから生産技術向いてると思った。そんな相手知識ありそうな感じでもないし。整備でやってくのも合ってるのかもね。ただ整備はアフターなんかも考えて10年は同じもの作らないといけない都合で技術も人もだいぶ古いってのは覚悟しておいた方がいいよ。最新の技術には自分から勉強してコンタクト取り行かないと触れられない。コミュ障やってたら30年後はリストラ最前線。古いオンボロシステムを新しくて生産性が高いシステムに入れ替えるのが仕事だと思ってる。うんと機械と予算と人と工数があればな。今コロナでどこも設備投資予算なんかないぞ。整備はもう作ってるシステムの回収なんてやらないよ。そんなの予算の無駄だからね。夢を持つのはいいけど、入ってみたらデータこねくり回す仕事になるかもしれんね。覚悟はしといた方がいいかもね。会社員に夢なんて抱いてないよ。機会があれば会社乗っ取りたいくらい。ちなみに君メカエレキソフト何ができるの？何それ。どう考えても故意的ではないよね。数多くのインターロックを持っている装置を焼損させるのは容易ではない。そうなの？例えば A と B が同時に動作した時に危険と分かっててそれを防ぐ仕組みなしではメーカーさんも装置売り出せないよ。怪しいね。まあハインリッヒの法則なんでしょうね。それ3年ぶりくらいに聞いた。監査から飛んでくる昔の成果物の最速つらい。作ってないのが悪いんだけどね。何それ。修士卒で学部卒100人に対して修士卒1桁しか採用しない企業ってどう思う？商社か小売業かなって思う。一応大手だけどフィールドエンジニア大量に雇ってるっぽい。 IT 施工管理建設関係か。そんな感じ。絶対ブラックだよな。これはガチでヤバいとこだろう。一応大手グループ参加だし大丈夫だと思いたい。頑張ってね。施工管だけど設備？セコカンって響き好き。開発は納期直前に正規で切片入れてくるからその付けが全部こっちに来る。きつそう。以前 MES の管理してたけど夜中でも保守対応で呼ばれるのが辛いし大型連休も自宅待機とかあったな。何それ。雰囲気はが典型。中国移設時は中国に入り浸る。1ヶ月くらいなら。依頼書書かずに口頭で仕様の変更お願いしてごめんね。いつもありがとね生産技術の人。そういうやり取りネットでできるようになると良いよね。電気電子の学部生だけどマジで就職悩んでるわ。やりたいことが全くない。どの業種が食っていく楽なの？医者。電気電子なら地方公務員電気職、電力会社、鉄道会社などがおすすめ。間違ってもメーカー開発職には来てはいけない。なんで？開発職は激務、納期短い、複数のタスク掛け持ち、工数管理される、定時に仕事終わらない。一方新卒で電力や鉄道などに入れれば激務とは無縁で給料もそこそこいい。生産技術職は？整備も一緒やんけ。強いて言えば納期は長めが多いかもしれんが。そうなんだ。電気系や機械系公務員って30歳までだと思うんだけどなんか必要な資格ある？酸欠は取りに行こうと思ってる。酸欠？酸素欠乏有価水素。
講習の予約は取れなかったけど取れたら行きたい。なるほど。やりたいことないなら電力会社一択だろ。頭悪そうだから無理だろうけど。電力会社は人気だね。つまんなそうなのに。車関係は海外飛ばされるからやめとけ。一応一生海外勤務みたいなのはないって聞いてる。1、3年行くのはあるらしい。俺も駐在経験あるが、周り見てると大体期間通りに帰れないんだよなこれが。じゃあ断固拒否する。繊維落ちたってすれ立ててたけど別の繊維受けるの？繊維好きなの？どうかな。車関係の繊維やってるけど設備を内製してるからかなりきつい。うちも内製は多いっぽい。生産設備を IC チップから作ったりけど開発してるって聞いてビビった。工場長になった。会計ならっとけばよかった。給料良い？羨ましい。それでいて予算、営業、公務、労務は俺がやる。上場企業の事業部長の知り合いが言ってたけど、役職ついて残業代出なくなってからが正念場だって。経営者目線になることがめちゃくちゃ重要とのこと。メーカーだけど上流の開発はぬくぬくだよ。マジか。辛いとこばっかじゃん。そうなの？研究は辛かったけど。自分はアウトプットが論文や特許で、自分たちだけで仕事完結できるのは楽だった。生産適応とか不具合の対応とか大変そうだなぁと。人によって何が楽でしんどいかは違うけど。確かに。生産技術でも広報開発ならおすすめ。マスター出て大抵行。とりあえず就職。のんびり働けたらいいけど現実は好きかって言われ仕事に追われ現場が帰った後に仕事がスタートみたいなことになるんだよな。現場の人とは仲良くしようと思う。開発職のプロパー社員は新人から PM ポジションだから仕事の中じゃいわゆる技術は身につかないよ。国内メーカー開発職より。手を動かしたいなら人売り派遣に行くと良いよ。うまくいけば技術身につけられるよ。よくわからん。簡単に言えばものづくりの仕事はほとんどなくて自分の下についてる生産ラインの人たちを管理するまとな仕事ばかりになる。手は動かさないから技術は一切身につかない。わかりやすい解説サンクス。うむ、開発ってけどで設計したり実際に試作して実験したりしてるイメージなんだけど、違うの？工場系はあまりわからんけどすっぽくざっくらばんに言うならバイトやパートのシフトを管理してうまく店を回す店長ポジション。最前線でけど使ったりしてる人の進捗を納期に影響の内容管理しなきゃならんはずだからストレス半端ないと思うよ。実際に設計するのって開発職の人たちじゃないの？その人たちが遅滞なくちゃんと作業できてるよねって管理するイメージかな。いきなり PM レベルなら相当精神的にきついと思う。マネージメント能力が必要だね。それ正義の仕事じゃないだろ。開発職らしいよ。同じ会社通ってくらいわかる。一般的なのかな。 PM ポジションって何？プロジェクトマネージャー。プロジェクトを取りまとめて推進する人。20も30も離れたプロの技術者を新入社員のペイペイが動かさないといけない。それはきつそう。日本で働いてたら同じなのかも。そういうことか。エンジニアに必要な知見知識は現場の職人に求められる技術とはまた別だし、現場にちょこちょこ顔出してればできないにしても理解はできるよ。自分が将来どうなりたいかやね。へえ、おっしゃる通りですね。結局はやりたいこと次第。なるほど。俺も SE で似たポジションだけどかなり辛い。他人の文句聞く暇あるならその時間でもっとモダンな技術を追い求めたい。難しいね。生産技術より開発の方が大体の会社では花形だよね。就活界隈ではそう。でも役員とか社長になる人は生産技術で現場知っててお金の動かし方わかってる人が多いって噂で聞いた。うちの会社はぶっちぎりで開発が花形やな。製造部門と開発部門で人事異動はあるけど。そうなんだ。開発職に向いてる人は管理職には向いてない場合が多いと思う。専門的だからかな。研究開発は個人プレイなとこあるからかな。一方生産技術は結構コミュ力要求される。なるほど。話すのは好き。なら割と向いてるじゃないか。あと肉体労働が得意だとなお良い。肉体労働は微妙。生産技術でお金の動かし方わかるかな。コストのことは一番考えてるんじゃ。コストは製造技術じゃないかな。会社によって呼び方違うのかもだけど。どうだろ。コストのことを一番考えてるのは購買部門では？資材購買とか言われる部門な。へえ。俺は工学部院卒で購買部門に配属。ハードの製造と開発を学んで。ソフトとハードのマーケティング部門に移動したわ。営業ってこと？マーケは製品の売り方とかを考えるとこだな。原価に利益をいくら乗せるとかやってるな。なるほど。経済学って感じ。経営戦略考えたりとか、商品の価格や発売日決めたりとか、売れるための施策考えたりとか、いろいろやってるな。ものづくりのスケジュール感とか製造原価のイメージ持ててるから、意外に活躍できてる。いろんな経験するのが良いぞ。発売日ってどうやって決めるの？量産できそうならすぐ発売って感じ？商品展開のバランス、売れる時期、プロモーション計画など、いろいろな要素で決めていくね。会社によって異なるやろうけどな。難しそう。でも、大企業やから、多分俺が発売日決めた商品買ってくれてると思うぞ。ユーザーが SNS とかで喜んでくれてるのは嬉しい。どんな業種でも良いから、会社や商品を好きになれる会社選んだら良いと思うぞ。開発って一言で言ってもいろんな開発があるから難しいよね。意味深だね。開発されたものを量産に落とすのが生産技術の仕事だな。うちは
ラインに組み込まれたら工場技術か保全の技術が改良なりしてく流れだわ。人材も同じような流れで青部署に残って上がってく。めっちゃでかい企業？一部上場ではあるけどそこまででかくはないな。その業界のナンバー2くらい。花形部署が思いつかねえな。楽って意味では開発だろうけど。一番ブラックは保全、次に工場技術だな。工場技術って生産技術職のこと？うちは生産技術は量産立ち上げまでなんだ。それ以降の運用とか改造は工場技術がやる。保守点検からが保全で故障から改良をやってる部署もある。へえ、頻繁に量産立ち上げやるってことか。Y のところもそんな感じや。へえ、意外とやることなさそう。開発最適な形状を考える。製造技術その形状を作る最適な金型とかを考える。生産技術その金型で作る最適な場所を考える。総務最適な時間つぶしを考える。そういや総務部って一番謎。うちは原価までが開発と調達、交換費が生産技術、販管費は企画。へえ。ブラックランキングは製造技術開発生産技術用務員のおっちゃん総務。そういやこの前面接しに本社行ったら作業着来たおじいちゃんいて、清掃員の人かなって思ったら後からあの人が会長って言われてめっちゃビビった。なんか事務所で机に張り付いてばっかで楽しくなさそう。生産技術は現場行くでしょ。そうなん。じゃあよかったね。知らんけど。生きてる会社に引率入社。嫌だと思ってること書く。本当のことだから皆には同じ思いしてほしくない。都会のビル勤務ならこんな思いしなくていいんだよな。地元の優秀な工業工場の人だからまともな人しかいないって噂を聞いていたが、全然ヤンキーが多くてマジできつい。引率なんて各工場に少人数配置だから、自然と少数派になるし、敬語も使えない、言葉も乱暴な地元のヤンキー集団、相手にしないといけない。勤務地が田舎、休日もイオンに行くと上司や同僚がたくさんいる。現場実習で年下の高卒にお前と言われる。現場との調整の際に苦労する。現場下っ端地元工業高校卒ヤンキー、班長マイルドヤンキー。工場周辺がかなり臭い。事務所がオンボロで崩れそうなレベル。事務所やトイレのクオリティが昭和の小学校並み。都会住みで引率のエリートからしたらギャップ感じるのかね。自分に合わなかったんだね。生産技術から開発に話そらしてしまってすまんな。生産技術職のイメージは開発部門にちゃぶ台ひっくり返されてるイメージだな。生産技術職の人たちは何も稼いでないから基本お金ない。西洋、開発の舞台にヘコヘコして社内から仕事もらってる。あくまで一例だから生産技術が強い業界もあるかもしれない。ふん。節編がゴリゴリ来るからどう対応するかで忙しそう。試験と生産がバッティングしないように土日来てることもあるし、休日手当もらえるなら喜んで。生産技術のが強いわうちは。せめて水準くらい取れといつも喧嘩してるな。やっぱり会社ごとに違って面白いな。ちなみに給料は地方手当と役職ついてむしろ上がったぞ。へえ、違うもんだな。困ったことに学生の就活じゃそんなことわからないと思うんだけど見抜くことできた？ちなうちの工場の生産技術は大体事務所の机に生息してる。机でじっとしてるのあんま好きじゃない。それはいいことですね。自分もそう。うむ。ぶっちゃけ俺も引率でその都会で働くのからドロップアウトしたからな。下請けに全投げして毎日資料書くか打ち合わせと足の引っ張り合いばっかでやる気失せた。そっから地方の工場に変わったけどこっちのが合うわ。ただ現場と仲良くできるか次第だろうけど、たまたま新工場作ったタイミングだったからゼロからの人間関係構築だからよかったわ。なるほど。給料は安くなったのかな。メーカー勤務で楽な部署って総務以外あんのか。設計やってたけど客先と下請けと自社工場の3方向から攻められてきつかったわ。コミュニケーション取れない豆腐メンタルには無理。総務部って何してんの？社内の雑用係。いつも暇そうにしてるわ。マジか。でもそういう人も必要だね。最後までご視聴ありがとうございました。今回のスレから、生産技術の業務内容の幅が会社によって大きく違うことが分かったと思います。就活生や転職者の方で、生産技術を希望する人は、入社する会社の生産技術の業務範囲をよく確かめて入社することをお勧めします。5チャンネル工場勤務スレでは、工場勤務者や転職者などに向けて工場勤務に関するスレッドをまとめて投稿しています。興味がある方や、工場についてもっと知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。